さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。どうぞよろしくお願いいたします。2023年は7月2日生放送でございます。7月に入りました。私有吉の方からは梅雨明け宣言をさせていただきました。本格的な夏到来ということでございます。アシスタント変わります。はい、はい、タイムマシン3号山本浩二と、グリーンピース牧野です。お願いします。お願いします。誰だよコンビですけど。いやいや、そんなことないでしょって言いたいですよ。小さい声でしたけど。まあ、正確にはだから、タイムマシン3号の、はい、山本軍団の二人。山本軍団ですね、マキロス。はい、そうです。山本軍団でございます。山本軍団。はい、はい、ですね。もう後輩にね、慕われることがないと言われてた山本くんが、はい、まあ、後輩、先輩問わずですけどね、はい、人から慕われることがないと言われていた山本くんについに後輩ができました。まあ、後輩というよりかは、まあ、ご飯を一緒にね、はい、仕事終わりご飯を食べに行ったことがあるというだけですか。随分滑らかに喋りますね。人の悪口だと。クリームチーズ。よどみなクリームチーズなんてそんな話してないですよ、今。のことクリームチーズ。言ってない、そんなにいいように。いいように言ってないですよ、そんなに。なんかね、はい、この前も有吉ベース、はい、終わりで、先週。の後に、はい、牛タン屋に、はい、はい、連れて行きましたね、後輩を。行ってたね、はい。はい、行きました。どうだった？めちゃめちゃうまかったです。うまかった。本当に美味しかったです。あ、そうですか。すっごい柔らかくて、初めて食べました、あんな牛タン。あ、そう。それぐらい美味しかったです、はい、本当に。すごいね。しっかりと教育が、はい、施されてます。そうですね。あと、相撲芸人のね、サンクチュアリに出た、吉江。吉江くんも行ってらっしゃいましたか？はい、行ってました。よく食べるんですか、やっぱり、相撲取り芸人は。食べてたか？いや、遠慮してましたね。あ、そうか。そう。はい、うんうんうん。かなり遠慮して。山本って結構そういうプレッシャーあるよね。なんか、嫌な顔しない。いやいや、俺。大丈夫？いや、俺、会話の半分、食え食えでしたよ。いや、それがちょっとプレッシャーになるってことさ。いや、本当に食え、遠慮すんな。以前は、その、お台場、はい、ソラリウスベース、お台場でやってるんだけど、はい、お台場の仕事終わりで山本が後輩を連れていく店といえば、バーミヤンね。はい、バーミヤンです。バーミヤンです。しかも、はい。しかも、山本さんが日帰りランチメニューしか頼まないんで、うん、後輩みんなやっぱ日帰りランチメニューしか頼まない。そんな風に思ってたの？激安ね、最安の。一番安いメニュー。最安と言われてる日帰りランチメニュー。それで結構苦情が集まってる。知らなかったんですよ、俺。自分も良かれと思って、皆さん、どうぞ好きなもの食べてって言われると勝手にそう思うパカってて。だからやっぱ後輩とか、はい、まあ、先輩後輩問わず、まあ、人間っていうことなんだけども、はいはいはい、人間とあんまり一緒にご飯食べてないです。そんなくくり方ない。気の使い方がわからないんだよ。そんなくり方ない。俺、狼に育てられたわけじゃないんで。そんないいようには言ってない。いいように言ってないし、別に。狼に育てられたのかっこいいと思ってないよ、別に。あんだその、イグさん。いいように言うだよ、自分は。言ってないよ、俺、そんないいように。狼に育てて。いや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 。帝王学もあるんだけど。そんな、ここみたいな言い方してないですよ、俺、別に。クリームチーズと刺して変わらないですよ。山に捨てられてた妖怪だ。いや、妖怪じゃねえわ。人間だわ。なんだよ、それ、序盤から。悪口ばっかりねえか、もう。はい、あんまりわかんねえ。お、食えよ、食えよ、食えよって言われてもな、ちょっと。そうですね。いや、遠慮すんなよ。いや、その一言がいらないの。もう、見て、見ぬふりが一番いいのよ。はあ。まあ、ちなみに僕もう一人、はい、関谷っていう、花いちご、はい、が、やけに酒が進んでたもんで、その、ワイダンがすごく進んでたんですよ。関谷はワイダンしか言わないから。で、ワイダンって伝わってんのかワイダンな、エロ話。エロ話。それでやっぱり、女性用風俗とか、そういう話ばっかしてるから、やっぱ本当に盛り上がって、お酒が進んで、進んで。皆さん、飲め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 って。開いたら、頼んでいいよ、飲みな。はい、言ってくださいました、ね、はい、はい。いや、相手頼んでいいよなんてさ、ちょっとやっぱり注目されてんなって思う。これ、マーク厳しい。マーク張り付いてんなみたいな。やっぱ上島さんとかもう、カーッと飲んで、もうご陽気でもう何が何だかわかんないから、あ、こりゃ、一番高い肉頼んでる。一番高い酒お願いしますって、じゃん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 頼んで、自分の今度来る用のボトルまで入れたりして。そういう、やっぱ油断がないとね。未来も怒ってもらおうとしないでくださいよ。油断がないから。僕に関しては、ぴったりマックスする。僕に関しては、僕だけその日ラジオがあったんで、夜。夜、うんうん、僕だけノンアルでちょっと申し訳ない。そうそう、あと3人がみんな遅く飲めるって言ったんで、どうぞ気使わないでって俺に。うん、はい。気使うに決まってるじゃない。ノンアルだけど。
で、大体お前はなんか仕事の後、毎回ラジオ行き過ぎすいません。本当に。すいません、毎回いつも山本今日はそれ、あ、ラジオすいません。何本ラジオ行きすぎ、ね、いやいや、確かに。なあ、はい。いつもラジオですね。あれ、やっぱり主催者が飲まないのって一番気使うよな、まあ、そうですね。はい。やっぱ山本さん飲まないし、そんなに食べてもなかったで、僕らそんなにこう、うんうん、遠慮しちゃうっていう感じがありました、ね。マキノはもう、しかももう飲んでるっつっても車なんだからさ、大変じゃない、飲酒運転して帰らなきゃいけないんだから。いや、絶対運転するね。してない。だって俺も捕まんなかったそれ。いや、してないですよ。俺も。もう危ね、途中まで普通に聞いてました。危ない。ない。してないです。もうお前のターンだからな、今もう。違います、違います、してません。はい。だって、お前いつも車で来るじゃん、仕事、現場。いやいや、まあ、ここでたまにです。たまにです。はい。本当にいつもは来ないです。あ、そうなの、はい、俺いつも飲酒運転してるのかな。してないですよ。よくない。これで、これでオープニングしちゃった。Release so much stress. Now a variety program.さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーでございますけどね、太田プロの心理広島の怪談師軍人ロックスター有吉弘行です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー、アシスタントだけ、はい、タイマシンさんご山本と、グリーンピース牧野です、はい、今日も最後までお付き合いください。さあ、有吉サンデーナイトドリーマー、アシスタント改めまして、はい、タイマシンさんが山本浩二とグリーンピース牧野です。生放送メール募集しておきます。今日は、鼻からパスタを入れて口から出すというですね、まあこれもともとホッシャンがねホッシャンがよくやってましたね、はい、昔20年以上前ですかね、はい、ホッシャンがやってらっしゃいますけど、そちらを今ね引き継いで、はい、牧野くんが、はい、鼻からパスタを入れて口から出すというやっております。絶対にね真似しない。いや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 、そんな暗いトーンで伴います。もちろんもちろん、そうですね、そうなんですけど、はい、なんかあれなんでしょ、なんかあれなんかで、ね、はい、撮ったんだよね、しくじり先生。何でもショーって言うな。すいません、しくじり先生という番組の、はい、なんか演芸芸人グランプリみたいなものでなんか優勝させていただいてという感じで、はい、ということで牧野がアシスタントなので、こちらテーマ花の話。花ですね。花。ノース。はい。ノース。はい。ドイツ語で？バケモンじゃないんだ。いやいや、バケモンじゃないんですよ、俺。もともと、森に捨てられた。違うんですよ。花にまつわる話を教えてください。好きな花の形の芸能人。いますか？私は三つマングローブさんですね。気にしたそうなんですね。鼻綺麗だったんですね。そう、意識したことなかったですね。鼻の穴が異様に小さいですから。ああ、小鼻ちっちゃいイメージもあるな。見ますか、鼻の。ああ、好きなイメージ。高い人はやっぱ綺麗だなと思いますよね。高い人が綺麗だなっていう思う価値観でみんなが整形しちゃうんだよな。はい、ああ、良くないよね。あ、そうですか。すいません。まあ、欧米人になりたいっていう、はい。感じね、思考が強いかもしれないですね。全然ダメだ、はいはい、ダメ。世界を目指せっつって欧米だけだっていう、はい、そうですね。多様性の時代ですからね。はい、ダメなんです、うん、そうです、ね。欧米にばっかり憧れててもしょうがないですよ。早速出鼻くじかれた感じですね。あ、うまい。はい、ありがとうございます。来ました。いいです。これは日本特有の。ありがとうございます。いないんですか、マキの。いや、いないですけど、やっぱでも僕はあんまり主張がない方が好きですね、鼻の主張が。あ、まあ俺もそうだな、あんまり鼻っていうね感じでね、はいはい、内村さんとか嫌だね、じゃあね。いや、嫌だってことはないですけど大きいイメージはない。異性の方はっていうだけなんで、はい、別に内村さんは嫌だって言ったわけじゃない。鼻がでかいとチンポでかいっていうのは本当なんですよね。昔から聞きますよね、うん、といってもでも田中も岡村さんも星屋もみんな鼻がでかいかったら別に。ああ、そうですね。布川とか芳賀健二さんも。ああ、健二さん、はい、聞きます、ね、布川も別に特に鼻のイメージないけどね。そうですね、ないですね。あんまり関係ないのかもしれないですね。かもしれないですね、うん。好きな花の形の芸能人、鼻炎、蓄膿症だった。
副鼻腔炎で手術をして、これ西堀君。そうですね。はい。ましたね。人生が変わったという。うわいいな。俺もだからこれ絶対しようと思ってる。ただ1週間ぐらいいるっていうから、ちょっとだから夏休みか冬休みを利用しなきゃいけない。そうなんですよ。これだからね、夏休みか冬休みをそこに割くっていうのがね。確かに。ですよ。難しいんだけど、ちょっと絶対でも副鼻腔炎の手術しようと思ってます、私。ああ、副鼻腔炎。もしか、誰かできる芸人がね、後輩がいたら。いや、そんな、潜りでやらせないですよ。鉄の棒入れてくる。そんなやり方で。ロッキーじゃないですから。鼻血がよく出る無呼吸治療で CPAP つけてるなどなど、鼻にまつわるお話教えてください。鼻にまつわるお話、あっ、うまい、うまい、ました。負けてませんから。あ、そうですか。あ、なんか、そうですかね。7月はなんと5回もあります。皆さん、地獄のロングラン、地獄のロングランでございます。思いやらよろしくお願いします。すいません、はい、牧野君。はい、有吉弘行サンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体上に出てきます。はい、私が気に入ったメールにはパンという名のポイントを差し上げております。パン1個で番組ステッカーを差し上げております。カープとゾンビ2種類ございます。ずっと変わっておりません、うん、カープとゾンビ2種類です。もう何十枚も持ってる人がいますけれどもね。特に転売したって高く売れませんので、ゴミになるだけですけど、ね、本当にバックミラーの裏とかに貼らないようにしてください、ね、郵便ポストの裏とかね、公衆電話のところとか、変な、メッセージシールみたいにしないようにしてください。あとは気分によって、私が大変面白かったなとか、大変ひどかったなとか、なんか気に入ってしまったものにはエンジェルというステッカー差し上げております。はい。何の話でしたっけ？花ですか？花もありますけど、牧野が、はい、そうだね。だからそれでなんか注目。あ、そうですね。グリーンピースとして2人で。ガキの使い の山ワングランプリみたいなんだとな、もっと。そうなんですよね。はい。一応まあアベマだったんで、地上波じゃなかったんで、あんまりそんな。こう皆さんに見ていただくっていうのは難しかったんですけど、まあ、でもさ、今時こう M1 グランプリとかさ、そういう賞レース的なものをさ、もう絶対出ませんって宣言してさ、はい、それでそっちで行きますって言ってさ、はい、そういう評価されたのは嬉しいな。めちゃめちゃ嬉しかったです、本当に、うんうん、もう無理だと思ってたんで、もう本当にもう多分漫才も無理だし、うん、もうコントもできないんで、もうこれで行こうって言った矢先に、うんうん、皆さんに笑っていただいたんで、うわ、よかったと思いました。笑っていただいたって何？随分へりくだるじゃん。あら、一応、はい、はい、笑っていただいた。それじゃ笑えない。ちょっと待ってください。そんなへりくだっちゃってさ。いや、嘘。芸人ってへりくだるものじゃないんですか。笑っていただいてありがとうございますっていう感じだと思ってましたけど。いや違うんですか。そんなんじゃ笑えない。ちょっと待ってください。もう優勝。へりくだりすぎだよ、お前。せっかく優勝した。鼻からうどん出してな。鼻から麺出してバカなことやってんだからな。あ、そんなへりくだる必要ないよ。そう。どうせ見てる人はバカだなと思って見てんだから。さらにへりくだられてってさ。すいません。なんだよ、やりすぎじゃないと思っちゃう。高尚なことやってる人がそのへりくだるのがいいってことですね。落語家なんかがちょっとすいません、私のバカなお話でちょっと一つ皆さんのご機嫌を伺いたいと思います。言うならなんか悪い、うん、お前鼻から麺鼻からパスタカーって出してるやつがさ、笑っていただいてる。いやいや、お前惨めすぎるだろ。すいません。確かに笑ってみろぐらいでいいよ、もう全然。あ、そうだって、何でもかんでも炎上気にしてへりくだるなよ。すいません、何でも頭下げちゃってさ、だからつけ上がるんだよ、本当に。だからつけ上がってな、あんなのは笑えないよなんて言ってくるバカが出てくるんだ、本当に、うん、いいんだ、鼻からパスタ出てるのもうバカなんだから。はい、そうですね、お願いします。すいません、気をつけます。優勝したからこそ、はいはい、勝者には何も与えるの。うわ、あ、そういうこと、いい、今のそういうことです、はい、勝ったんですから、それだけで十分なんですから。うわ、あとは厳しいお言葉いただいて帰ってくださいって。わかりました。突然だったんでちょっとびっくりしたんですけど、今のはいい褒め言葉、ありがとうございます。嬉しいよ、はい、うん、あとは市川タントという、ね、名前がございますけど、これちょっとあんまり使えないんですね。これがなんか使えないみたいですね。なんでですか。市川市ね、はい、千葉県市川市から、はい、タントという軽自動車で、うん、いつもこちらの方にやってくる、おなじみですよ、迷惑ドライバー、はい、いや迷惑ドライバーじゃないです。ちゃんとマキノと言われて、はい、東京に来たらもうどう走っていいか分かんないんで、もう変な車線変更したりする迷惑ドライバーマキノでございますけど、はいはい、ちょっと車関連のねお仕事もなんかなさってるんですね、今ね、してまして、で、はい、そういう感じ。それでちょっと市川タント
っていうか、はい、まあ市川は大丈夫なんですけど、はい、カントという方の名前があの牧野さん自体からはあんまり口に出せないという唯一の唯一のラジオお前の殿下の宝刀が殿下の宝刀が使えないと何でも CM とかそういう絡みのやっちゃダメなんですよ。何だよお前、何でもやっちゃダメなんで、自分がんじがらめになるんだからちょっと待ってください、はい、いやそこまで考えてなかった、すいません。だからやっぱ俺もやっぱカレーの CM しないようにしてるわけ。なるほど、いろいろ喋りたいからってことなんですね。そうです来てるんですか本当に。そもそもなんかオファーたくさんみたいな言い詰めるな、オファーたくさんみたいな言い方されてましたけど、なんか質問があるんだったら前に出てきてあのステージ上でからステージ上に座って私と面と向かって いましたけど あれしてください。あの人いましたけど、キャンドル的なガヤからそんな質問飛ばさないでください。いやちゃんと面と向かうのも嫌なんですよ耳も耳怖いしなんかでございます、はい、ね。あとはまあそういうことがありますね。リスナーの皆さんもまあなんで市川担当の話しないんだろう、不自然に思われる、はい、すいません、はい、まあ、そういう謎の、縛りがございます、はい、すいません、ちょっとこのねこれ縛りが終わるまではちょっと、はい、なかなか市川担当の話をこいつ、まあ、別にしたくねえし別にしたくねえしすいません、もう本当に申し訳ないです、いや、はい、するなよって言われると本当に申し訳ないです、本当に申し訳ないです、いいんだよすいませんでした、皆さんお望みのみたいな言い方してた、今望んでないんだよ本当ですか、申し訳ございません。で、はい、山本くんですけどね、はいはいはい、真っ白な T シャツ、真っ白なズボン、はい、ね、そろそろすっぽんの季節、いや違う、その血が目立つようにしたわけじゃない、すっぽんでも飲みたいのかなと思うような、キャンバスじゃないですよ別に、僕白装束、違う違う違う、白装束集団、いやいや変なビーム出してないですから、はい、牧野も、はい、すいません、山本も、はい、赤井さんも白い白装束チャンピオン、ナイキ、はい、で GU 白装束集団、夏はね爽やか、3人とも本当にすっぽんの歴史でもいや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 ノッチさんを呼んできてね、またすっぽんさばいてもらって、ちょっと夏ですからねスタミナつけるためにノッチさんすっぽんさばきに来てもらってもいいんですけどね、いいですや、帰りチャリで帰れたらしんどいですよあれ、もうさすがにもう電車しましたけどあれの職務質問、そう血まみれのそうなんかチャリで帰ったんですよ俺も、すっぽんの帰り地で真っ赤なチャリで帰った、夜中の半蔵もチャリで帰ったんですよ俺も、公共周りもこれ千代田区って一番警備厳しいんだからね確かに、そう二度とあんなことしないように、はい、山本くんがね、はい、結構あれ忙しいんですよね、随分忙しくなってね、地方が解禁されてから、はい、営業とかロケが増えましたね、やっぱりだから群馬一番ね、はい、終わりましたね、一本撮り8時間、はい、8時間かけて1本30分番組、はいはい、そうですね、店に入るときに、入りの印刷3カットを撮るっていう、はい、映画よりも大変すごっ、群馬一番をあの、まあ、無事卒業してからこう忙しくなりました、はい、そうですね、群馬にも感謝しつつ、はい、そうそう、やめてよかったなと、いや、まるであれが縛られてたみたいなそんなことはない、本当羽伸ばして楽しくやってましたよ、県庁様々でございます、タイムマシン3号の後、はい、ジャングルポケットの3人が引き継ぎまして、はいはい、どうなったんですか、1年で終わりましたもうその冠自体なくなっちまいましたもう、はい、ね、芸人が群馬の番組やるっていう枠がもうなくなってしまったと、はいはい、そうなんですね、ジャンポケが終わらせてしまった、いやいやいや、まあそうですね、しょうがないです、そういうこともありますけれども、なんか牧野は久々ですかラジオは、そうですね2年ぶりぐらいだと思います、多分そんなになりますか、はい、うん、山本とはどれぐらいの付き合いですか、あ学校が一緒、違う、いや違います、また違います、うん、はい、でも本当に有吉ベースの帰りで会うぐらいです、あそうです、本当に有吉ベースの時によくして、うん、いいよ、サンベースだけどな、いや番組名ってよくないですか、ジロジロ有吉、ジロジロ、ね、有吉の壁でよくないですか、あそこさん有吉さんの壁なんか言わないでしょ、中学生は全部さんさん、あいつが異常なんですよ会話にならないんですよ、有吉さんの壁、あんなこと言いましたら有吉さんの全部、いやつまずくじゃないですかそこで、何が、1個、いや3何そこつけてんだよって1個会話がつまずいちゃう、いやいやつまずかない、お気持ちいいもん、気持ちいい、有吉ベースって言われたら何思わないでしょ別にそんなこと街で言われてるわけじゃないですから、有吉さんベースのあそうなんですね、もちろん有吉さん散歩とか気持ち悪いでしょ、いやいや全然有吉さん散歩、うん、めちゃめちゃいいですよ、いやそれこそなんか有吉さんがおいでなすったみたいな感じじゃないですか、全然俺そういうの気にしない、え気にしない、いやじゃあ周りがおって言った方がいいですよ気にした方がいいですよ有吉さんってつけない方がいいですよって周りが何ですか質問あるんだったらこの俺の隣の席に来てキャンドルしてくださいよ、お願いします一旦ブレイクします。
さあ、メールも来ております。ラジオネームスイッチ山本さんは、はい、おい食え食えと言いながら、はい、財布をギュッと握りしめていました。いや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 、そういうことはなかったですね、うん、はい、やっぱりこう、いや経済的な余裕は絶対できてるはずなんだけど、はい、でもせこいっていう意味なんだよね。そうですね、ちっちゃい子じゃなんだよ。せこいとかじゃないんですけど、うん、はい、だ今回牛タンをおごっていただいたんですけど、うんうん、もう僕が心配でしたもん。え、そう、いやめちゃめちゃ頼んじゃったんで、めちゃめちゃ高かったじゃないですか。でも牛タンってヘルシーなようでハイカロリーだからね。あ、そうなんですね。気をつけてて食べさせて。いやマジで山本さん、はい、でもその、はい、有吉ベースの時はまあ後輩がいっぱいいるけど、はいはい、普段そういうことあんの、はい、誰か誘ってとか。あ、三四郎の間とか僕の有吉の壁終わりとか結構行ってますね。はい、まあ、だから仕事終わりぐらいなの。そうです、仕事終わりですね、やっぱり。はい、そうなんだ。間ね、間です。はい、ラジオのサイン Z、 はい、牧野さん、はい、正直に答えてください。山本さんからご馳走していただいた牛タンは雑巾の味がしません。いや、してません。あ、そう、してません。本当に美味しかった。山本がやっぱり勧めてくれたね、新潟のヘギそばのお店、雑巾臭かった。俺勧めてないですその店。もう一個の分家みたいなところなんです、勧めたの。お前それだってそうだったもん、本当に。お前が言ったの、はい、西織に連絡させて、はい、山本ちゃんに聞いてみます、はい、って山本が、ああ、じゃああそこのそのなんとかあるどこどこの、はい、その行ってください、ヘギそば絶対美味しい、はい、地元の人間も好きですからって言ったら、雑巾臭い。朝一、金が雑巾臭い。しかも朝一だったんですよね。そりゃそこの店があれは。悔しい。ちょっと雑巾臭いのが好きなのかな。いや、そんなわけないし、あそこが、それでおなじみじゃないですから。ラジオのゲス沢。私は鼻血が毎日出るほど、鼻の中にある粘膜が弱かったんですが、その弱い粘膜にある毛細血管を、電気で焼き切る治療をしました。うわ、それ以降私は鼻血知らずです。うわ、すげえ羨ましいな。羨ましい。それが普通なんですけどね。山本も鼻がダメなんだ。ダメなんですよ。俺も鼻ダメ。山本も鼻。アレルギー性鼻炎で。鼻炎。俺もアレルギー性鼻炎。はい。やばいです。やばいですよね。だから寝てる時絶対口呼吸になってるみたいなんですよ。そうなの。そうそう、自律神経がやっぱ働かないらしいです。うん。道理で。鼻こが、ね、だからこんな顔なんじゃないですよ。ラジオネーム、いや、そんなルッキズムいじりして結構してますよ。結構してますよ。カカカじゃなくて。ラジオネーム、冒頭から。FM 岡山。僕は昨年からずっと鼻水が止まらないので、病院に行ったら鼻の穴がボロボロなんですけど、ずっと鼻くそほじってませんかと言われました。図星だったんですが、恥ずかしくて、いや、違いますねと言ってしまいました。鼻くそ食べるのやめます。まあ、いい機会かもしれませんね。うん、マギの鼻問題なし。鼻、いやいや、あの僕蓄膿でした、ずっと、子供の頃から。あ、そうなの。どうしたの。それが自然と治ったんですよね、うん、大人になった。お前アンビリーバボーじゃないんだよ。いやいや、症状なくなったんですよ。イギリスの少年の話。いや、そんな大層だな話じゃないと思うんですけど。はい、ずっとなんか濃い鼻水が出てて、臭い鼻水が出てたんですけど、それが大人になってから、僕 の, なんかその考えだと、多分タバコを吸ったからなのかなみたいな。いや、そんな民間療法のことがあるかなじゃないよ、お前。すいません、危ないですね、これ。すいません、もう個人の意見です。お前が言う個人の意見はどうでもいい。誰別にしてないんだから、別にそんな注釈いらないけどな。また食らったよ。また食らったよ。また食らったって何なんだよ。すぐ配慮すると食らうよ、お前も。そうだよ。鼻パスタとかやってるからじゃないの、うん、パスタが海を持ってってくれたんだよ。海パスタみたいな、海パスタになってたんじゃないですか。出る時には、うん、鼻から出したパスタちゃんと美味しくいただいてるんでしょ。そうですね、もちろん。はい、そんな嘘、そんな嘘通じるわけねえだろ。いや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 、いい加減しろよ。いやいや、すいません、視聴者なめんなよ。すいません。曲はい、電波組インクでワンネーションアンダーザ電波。さあ、有吉ゆるサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りをしております。今月のアシスタントはタイムマシン3号山本とグリーンピース牧野です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。どうぞ。はい、タンデム自動車。まずはニュースから。すいません、はい、言うんだよ。申し訳ございません。はい、まずはこのニュースから。
ンデム自動車。自転車。あ、すいません。タンデム自転車、全国で解禁。サドルとペダルが2箇所にあり、2人で漕いで進むタンデム自転車が、7月から全国の公道で走行できるようになりました。うん、一人で自転車に乗ることができない、視覚障害者らに、利用が広がると見られています。なるほど、そういうことで広がるといいんだ。なんかタンデム自転車ってもうなんか海沿いのはしゃいでバカがイメージあるけど、そういうことなんだね。そうか、視覚障害の人とか確かにこれはいいかもね。確かにね。あのまたキックボードが免許いらなくなって4月からね、誰でも乗れるだろあれ。はい、大丈夫なの？本当ですよね。もうめっちゃもう一方通行のとこ逆走とかあるけど、うんうん、いるけど。車道とかも走りそうですよね。全然車道から歩道にみたいな。自由自在に走ってるけど、うん、でヘルメットいらないんだもん。そうですよね。そのくせ自転車はヘルメットつけろっつって。はい。めちゃめちゃだろ。歩いて俺つけようかな、もう抵抗で歩いてるのにヘルメット。ああそうですね。逆に。どうすんの自転車。参ったな。いやーマジで。だってあれ跳ね飛ばしたら俺が悪いんだろう。そうですね。車だとなっちゃいますね。はい。入っちゃうよ。16歳以上ぐらいですから学生も、はい、乱暴に運転してる。そうですね。はい。だって免許いらないっていうことは飲酒運転もいいんじゃないの？飲酒ってダメなんですよ。ダメなんですか？はい、ダメなんですけど、でもそこら辺がまあもしかしたらまあやるだろう、やる人もいるかもしれないですね。証明するものがないとかって言って、ほんで跳ね飛ばしたらどうなんす？いや、アリさん悪いですよ、それは。もうダメですよ。でも車が悪いことは、なんかの力が働いたんでしょうね、きっと。いや、そうだろうね。あんなものが横行するってことは。こんな陰謀論は言いたくないけどね、ダサいから。調べれば絶対、それ出てくるんだろうけど。ねえ。でも絶対そうだろうね。そうですね。まあ、どっかが通す。だって、もうフランスなんかはこれ禁止になってんだよ。フランスなんて禁止になるんだよ。もう一歩先行ってんすね、じゃあ。おその未来が待ってるってことじゃないですか、まあ、フランスがそうやってるからっていうわけじゃないですけどね。どこへ気使ったんですか？どこへ配慮したんですか今のは。いやいや、そうなんだけど、まあ逆だから俺らも乗るしかないな、タンデム自転車。いや、そっち行きます？キックボードも。いやいやいや、有吉さんそれ乗って瞬間しとられたらちょっと僕後輩引きますよ。なんで引くのよ。いや、有吉さんがなんかご機嫌そうにキックボードキックボード乗ってるなって。もうそういうのは古いのよ。なんか芸人はこれしないとか、芸人はこういうこと言わないとか、あれはダサいとか、もうそういうのないから、うん、俺もう全然あのネギ背中に背負ってキックボード買い物行ってる。ネギ買い行ってる。普段使いで初めてじゃない絶対。歩道橋の階段降りてあれでキックボードで。いやだね、本当にね。キックボード乗らない？市川からまあね、キックボードで20キロ制限。いや、そうですか。うわ、無理ですよ。めちゃめちゃ時間かかっちゃう。どれくらいかかるから。10キロだったら多分、2時間くらいかかるんじゃないですか。2時間で着く？いや、着きますよ。いやいや、お前、かっこつけんなよ。いや、かっこつけてないです。俺、駅までだろ？半蔵門までだぞ。2時間だと思います。東京のこの、境界線までじゃないよ。その、半蔵門までだ、うん。2時間だと思います。キックボードで、20キロで。はい、いや、自転車ぐらいですよね、多分20キロっていうのは。自転車、まあまあ、そうですよね。もうちょっと2時間ですよ、さすがに。ああ、そう。はい、さすがに2時間で来れる。2時間大丈夫じゃん。ただ右足か左足どっちかパンパンになるからそうですね。うん、確かに。一旦ブレイクします。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. でも鼻からパスタ出すのってさ、あれいろいろやっててさ、はい、何本まで入るんだっけお前。13本ぐらい。やったよな。はい、やりました。有吉ベースで。はい。13本。入るんだよな。入ります。やっぱだからさ、そう、パスタ13本ってどれぐらいだろうね。結構太いよね。めちゃめちゃ太いと思います。なんか一回あの番組の企画で、あのめちゃめちゃ広いひもかわうどんっていうやつを、うんうん、鼻に入れるっていうのも入ったんで、もう結構あれもすごいじゃないですか、多分、うんうん、多分3センチ以上あるんですけど、ね、はい、それが入ったんで、もう結
結構。だからさ、俺はね、ずっと思ってんのは、やっぱ、麺がさ、もうある程度そこまで行って、極めたっちゃ極めてるからさ、はい、もっとさ、そのなんていうの、シャーペンとかさ、うわぁ。筆とかさ、ポッキーとかでもいい、最初は。ポッキー、はいはい。とかはさ、できないの？いや、それが一回なんかゴムチューブ、なんかあの、チェリー吉武さんに一回相談したことがあって、で、その、タンポポ白鳥の奥さんの、うん、はい、ギネス世界記録をいっぱい持ってる、いっぱい持ってる、チェリー吉武、うん。その時にあの、ゴムをあの、入れて、鼻に入れて、で、引っ張り合いするっていう芸僕持ってるよ、みたいな話をされて、うん、あ、じゃあ僕もやってみようと思って、やったんですけど、やっぱり、あの、痛いんですよね。あの、ゴムだと。あ、滑りが悪いんです。滑りがすごい悪いんで、で、もう、あ、これ怖いってなっちゃって、あの、パスタとか麺以外のものを入れるのはちょっと恐怖になっちゃいましたね。はい、ちょっとトラウマ。トラウマです。まあ、デヴィ夫人調に言うとトラウマ。発音いいな。そうですね。発音がいいな、デヴィ夫人。はい、ネイティブに言うとそうかもしれないです。あ、でも、ポッキーだとさ、スーンと入れてさ、脳天まで行って、で、そこで、どうすんの？折りか、なんかちょっと角度変えなきゃいけないな。その車の切り返しじゃないけど、グーンと、右の鼻からグーンと脳天まで行って、そこで、ちょっと切り返しなきゃいけない。ちょっと動かさなきゃいけない、首を。そうですね、どうなってるか分かんないですけど。で、左の方に寄せて、フンと出さなきゃいけないな。そうですね、ポッキーだったら、そうか。いや、無理よ。直線でできてないのよ、人間は。下って見たことあります？カタツムリ感とかそういうない時系って、はい、結構くねくねなってんですよ。その無理です、ポッケーなんて。ポッケー、ポッキー、ポッキー、しゃくれてるからポッキー、はい、麺はいいの？麺はやっぱこう自由自在になるから、はい、それはひしゃげるから、はい、ありますね。あ、はい、ポッキーは無理？ポッキーは無理だと思います。でもさ、ポッキーだったらあれだけどさ、ただシャーペンとかだとさ、その鼻のさ、ぐるぐるってやつをさ、シャーペンが伸ばしてくれるんじゃないの？まっすぐに、逆に。ぐるぐるのやつをまっすぐにしてくれるんです。缶を、管を。いや、細ければ細いほどちょっと不安なんですよね、やっぱり。どこかに行っちゃうんじゃないかっていう。いや、シャーペンの芯だろ、それ。あ、シャーペンの芯。シャーペン本体。本体ですか？どっちもダメだよ。いや、本体無理ですよ。あのさ、さすがに。でも、いや、だって無理。切り返しだけだろ、だって。いや、そんなことないですよ。ポッキーより太いじゃないか。太くて長いじゃないですか。だって。カルパスだ、カルパス。ああ、カルパスはいけるかな。いや、一回シャーペン出されてるから、だって。そう、そうですか。いきなりカルパスからに行かれたら、おかしい、お前おかしくなってるって。順番で確かに。カルパス、こう。ポンと出る口から。カルパスはいけそうですね。おう、なんかすごい銃の悪魔みたいな。いけますね、多分カルパスいけます。何、 BB 弾はいけるだろう、だって。ああ、硬くてもいけると思う。絶対子供は真似しちゃいけないけど、でも絶対いけると思います。いけるよ、ね。はい、じゃあ B 玉ぐらいまでいっても大丈夫ですよね。 B 玉も大丈夫。綺麗だろ。いや、ああ、口からボボ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 ボあの、ガラスの器に。かわいい。カラン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 って。めっちゃいい。どう？いいですね。いや、どう？いや、ちょっと恐怖が勝ちますね、やっぱり。なんで？どこかに詰まっちゃうんじゃないかっていう。大きさの問題？だって、こんなことを言っちゃ、まだ8時40分だから、あれだけど、よく西洋のポルノなんかでさ、すごい写真が出てくる。昔、俺、ヒッチハイクで行ってる時、トラックのドライバーさんの、あのドライバーの後ろの席の寝るところのにカレンダー用、はい、用物のポルノの写真あってさ、男性の頭が女性の性器に入ってる写真とかあったのね。写真だから、ね、はい、そういうもんだから。ちょっと待ってください。どこの話一緒にしてんすか。いや、そんな頭が入るほどあれですし。男性がそうしてさ、ピースしてるカレンダーをさ、トラックドライバーさんが後ろに貼っててさ、どういう気持ち？世界は広いなぁと、俺思ったもんだよ。そこで見たんだ。なんちゅうカレンダー売ってて、で、なんちゅうカレンダー買って、で、この人なんで貼ってんだろうと思って。そして、どうして日本人のヒッチハイカーを乗せるんだろう。あるところにね、それが。すげえ。だから、やっぱ、まだまだ、その、そうですね。自分の頭の想像だけじゃよくわかんないかもよ。何が入るか、何が入らないか。はい、どんどん入れてってみてってことですね。よくないよ。いや、でも、やっぱり。帯入れてみて。帯。帯。帯帯帯って着物の帯さ。着物の帯ですか。あれって。ああ、呉服屋さん行ってさ、高そうな着物の帯さ。いやいや、すごい万引きいなかった、そんなハンターハンターに。そうだやつ。
たかもしれないですね。いたかもしれないですね。メール来てます。ラジオネームバスケットカウント。僕は三四郎のラジオも聞いてるんですが、相田さんはいろんな人とご飯に行った話を結構するのに、山本さんとご飯行ったという話はあまり出てきたことがないです。本当に相田さんとご飯行ってますか？行ってますよ。盛り上がってないからじゃないですか。そうだ、ご飯会はもしかしたら。山本って誰かと話盛り上がることあるの？めっちゃ盛り上がりますよ。なんなら平子さんと草薙で3人で行くとき、平子さんと草薙いるときは何も喋ってない。毎回の2人待ち合わせいるときは、で山本が来たら花咲きます。待ってました、そう、間がつらかったよぐらいの、はい、そうなの、はいはいはい。あの2人ほら結構無口じゃないですか。ああ、まあそうかな。はい、僕いないとダメですよ。っていう風にしてください。お願いします。必要として。いや、誰か先輩とは行くの？関はなんかよくわかんない、あの、あ、二郎ちゃん、はい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 、でも平子さんとかぐらいですかね。でもそんな行かないかもしれないですね。そう、はい。まあだから仕事帰りが一番多いですよね。まあ道夫とかで野川とかも行きますし、はい、そこら辺とある種の壁出てるやつらと一緒、ね、別のとこで一緒になったりすると行きがちですね。牧野は後輩なんているんだっけ？後輩仲いい。あ、で僕昔牧野会っていうのを作ってたんで。誰でも彼でも何とか書いてやってるけど、本当にいい加減してほしいけどね、うん、まあじゃあとり、ニュース以上、ニュース以上ですか。ニュース以上ですね。町の賢者、はい、あなたワンカッパーダンボーラーが、町の賢者となって、世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらう。牧野会。すいません、僕もびっくりしてるんですけど、はい、自分で言って。ラジオネーム三平。ファンファンファンタスティックシファンファンファンタスティックスシーズン3という謎の深夜番組に中島美嘉さんが出演し、自身の曲がカバーされることについて、みんな自分よりうまく歌うと嘆いた後、代表曲グラマラススカイの作曲者であるハイドさんについてこんなことを言っていました。ハイドさんだっけ、ヒデさん、ハイドさんでいいんだよね。ラルクアンシエル、はい。ハイドさんは本当に歌わないでほしい。ハイドさんがライブでグラマラススカイを歌ってくれてるのを聞くと、やっぱハイドさんの色になってて、ハイドさんの歌ですからね。もう歌うのやめようかなって。はい。それでは、ハイドさんの代わりに私が歌います。と言っても、メロディーも歌詞も、うろ覚えなので、誰もが知ってるサザエさんのオープニングテーマのメロディーで歌わせてもらいます。聞いてください。グラマラススカイ。やたらとぼいんなおばさん追っかけて、サイズを尋ねて、おばさんぶち切れる、おばさん暴れ出す、母音が揺れている、推定時カップシーズグラマラス、スキニーパンツの股間にジャガリを詰め、デカチン気取りで五反田練り歩く、みんなが見してる羨望の眼差しで、警察も駆けつける、おいらはデカマラス。あれさ、これで今年の紅白決定ですが、知らないんだな。あげよう。パン。ラジオネームサイレント失格。料理研究家のリュウジさんが自身のツイッターにてフォロワーからの料理できたらモテますかという質問に対して次のような回答をしていました。モテません。そもそも異性に料理を振る舞うのって自分の家か相手の家ぐらいだから、そこまで仲良くなるのがめちゃめちゃ難易度高い。今現在モテてなくて、料理やったらモテるかなとか思ってる人はマジでおすすめしません。もうその発想がモテない。モテるために料理をするのではなく、まずモテてから相手を幸せにするために料理を身につけましょう。おい、リュウジ、お前デリヘル知らないのか？キモい、臭い、汚い、童貞の家に
女性を呼ぶことができる神のようなサービスだ。遠路をはるばる来てくれたジョーに手作りクッキーでもご馳走してみろ。ジョーの好感度爆上がりで最高のサービスしてくれること間違いなしだぞ。そういうところまでしっかり考えて質問に答えてやれよ。すぐ相手否定して貶めるようなやつこそ真にモテない人間だと俺は思うね。説教したら腹減ってきたな。おいリュウジ、もやしとパンの耳で作れるうまい料理教えてくれ。モテるんだろうな、もう。お料理はどうですか、山本さん。あ、僕しだしましたね。独身。ここ2、3年、はい。モテないですよね。煮物とか、はい、モテないですか。モテないですね。はい。なんでだろうね。いや、思ってないでしょそれ。なんでモテないの。思ってないでしょ。なんか理由あんのかな。いや、わからないですけどね。いや、料理とかしますよ僕最近。そうなの。手は洗ってる？いや、当たり前でしょ。でもいや、それだけ、いや、根本的なこと聞かせてよ。根本じゃん。いや、手洗ってる？もちろんですよ。あ、はい。石鹸も使って？すごい、はい、ハンドソープで、はい、使わせていただいてます。包丁はと、まな板はすごいカビ。さーっとした綺麗なもんですよ。綺麗なもんですよ。まるで毎日新品使ってるかのような。はい。腕聞いてよ。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン。30日に NHK 朝ドラ「らんまん」で松坂慶子さん演じる主人公の祖母が亡くなるシーンが放送されると、朝ドラの直後の生放送番組「朝一」に出演している鈴木奈子アナウンサーがそれを受け、冒頭番組冒頭から号泣し、すいません今日は仕事にならないかもと話していました。はぁ、あ、そんぐらいで仕事なのね。すげえよ。おい、よく聞けよ。2023年1月1日土屋太鳳結婚妊娠発表、2月12木村文乃結婚妊娠発表、4月16新井恵理那結婚妊娠発表、5月1日中条あやみ結婚発表。どうだ、俺らは偽りのドラマの世界ではなく現実の世界で今年これだけの大失恋をしてきたんだぞ。心臓の一部をもがれるような苦痛を感じつつ、涙をこらえ体に鞭を打ってパチンコ屋の開店前の抽選の行列に並び続け、馬券を買い続け、競艇場に通い詰め、勝つか負けるかわからない真剣勝負で挑み続けてきた。それなのにお前と来たらドラマ見たぐらいで仕事中にメソメソ泣きやがって、大層な給料もらって空調の効いた部屋で台本通りの仕事をするだけなんだから、しっかりしろ。いや待てよ、2021年4月2日あれは確か金曜日、仕事終わりにパチンコをやっていたら携帯に有吉弘行結婚発表という通知が来て、あまりのショックにそのままパチンコを中断して風俗に駆け込むという、鈴木アナと同じ心理状況に俺も陥ったことがあった。結論、人の価値観はその人しかくだらないんだ。以上です。Day Night Dreamer Live on Air。さあ、有吉力サンデーナイトドリーム1時間経過というところですけども、ラジオネーム田中誠志郎、牧野さん、はい、私は練馬から川口の、埼玉県川口の会社までチャリで通ってますが、はい、1時間20分ぐらいかかります。市川から半蔵門までキックボード2時間、絶対嘘です。嘘です。本当ですか、そんなにかかります。かかると思うよ。ラジオネーム留守で栃木、東京テレポート駅のバーミヤンは今さら地になっています。あ、なってた。これは山本さんが日替わり定食しか頼まなかったからなくなってしまったのではないですか。日替わりなんて向こうからしたら一番頼んでほしいものじゃないですか。まあ作り置きだしね、はい、いっぱいあるしね。はい、そうですよ。それをみんなで頼んだら一番いいお客さんのはずだ。だけど単価がな、だって芸人なんてさ、ダラ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 食べってさ、はい、ね、ね、はい、長いするんだよファミレスなんかでは、はいはい、もうちょっと高いもの頼まないと単価がやっぱり安いってダメだよ。思いますから、お前みたいな。ですからこうどうぞお頼みください皆さん。それがダメだ。デント構えてるわ。ラジオネーム頭の中の野菜畑、牧野さん、はい、鼻にアスパラガスは何本入りますか。アスパラガス、これさ、シャーペンより弱いだろ。シャーペンより弱いものを今するな、質問。アホ。食らった。食らう、食らう。一戦。噛んじゃない。俺がそういうこと言う人みたいに言うな。いやいやいや、人でしたけど。印象付けるな、そんな。いやいや、皆さんもうその印象でしかないですよ。もともと。その印象でしかないなんて。ないわ。失礼な、ほんと。ハートフルだよ。いやいや、怯えながら巡ってます、皆さん。山本さん、パートナーを、が、はい、
作るとしたらどういう感じの人がいいんですか。え、あ、入話でお仕事を一生懸命頑張ってらっしゃる方、はい、一緒に切磋琢磨していきたいな、お互い支え合いたい。そう、でもそれじゃプロレスでチャンピオンになれないですよ。誰と俺タッグ組もうとしないですよね。あ、それパートナー、そうだよ、俺パートナーで、え、プロレス出るつもりだったんですか。人生のじゃなくて一部の地域の方、この時間でお相手有吉と、はい、山本と、牧野でした。引き続き聞ける方お願いいたします。さあ、2023年7月2日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシン3号山本と、グリーンピース牧野です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー。2023年上半期テレビ番組出演本数ランキングっていうのありますけども、はい、おなじみの、まあ、設楽さんとかね、あ、加藤浩次さんがだからスッキリやめたんですね。あ、そうだ、普通はだから設楽さんと加藤さんと、はい、誰だっけね、なんか帯やってる人たちだもんね。そうですね。だけども、まあだから澤部ね、澤部とか、ね、が帯始めたから入ってくるね。川島君もそうだね、うんうん、だから春日とか帯ないけど入ってるね、長田とか、うん、長田チョコプラとかね、うん、林千代先生もまあ帯やってるからな、毎週出てるやつ、はい、山かまいたちね、山内とか、うん、東京ホテイソンたける、たけるなんて、そうなんだね、いっぱい出てんだね、イメージありますね、ねえ、はい、まあ帯やってる人以外だよね、だからやっぱりね、ほらね、いや、そう、山ちゃんもまた帯やってる、まあ、そうだね、なあ、はい、平子も入ってるね、19位、はい、ね、すごいっすね、221本大賞ですか。すごい、いろいろやってるもんな、うん、これ山本入ってこないんだね。ねえ、まあ、僕らって言ったら関野が多分出てるんで、そう、はい、それでも入ってこない、入ってこないです。今入らなきゃもう出ない、 いつ入るのって感じじゃない。かもは今でしょ。え、林先生の話あれ、林先生の話出ましたよね、さっき、ついさっき、あれ、ついさっき林先生の話いや、今出ましたよね。そんなこと一言に言って紐づきましたね。紐づいてあれ、紐づきませんでした。いや、なんかやっぱ結構ロケとかバンバン行ってて、なんとなく働いてるなって感じが俺らの印象ではあるよな。ありますね、はい、うん、だからこういうランキングに今入らなきゃいつ入るのって感じだけど、うん、今っておっしゃってましたよ、もう。え、言いたかった。何や、いや今入る、今真面目やねん。そうなんですけど、はい、すいません。じゃんじゃんテレビ出てて、はい、まあいわゆる細々した仕事もバン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 やってる時にやっぱこういうのは出れるから、はい、だから特に若いうちの方がいいからね、こういうのは ね、 そうですね、休みくださいとかならないうちに。あ、確かに、あれ今入らんときいつ入るのって感じなんですよ、はい、だから今言えないですよ、それだと言うと半端にやるんだったら言った方がいい、ね、言ってほしかったです、おな、はい、言ってほしかったです、すいません、はい、こういう多分小手先が多分この本数に表れてるんじゃないですかねいや、そうかな、はい、よくわかんないそんなまあそんな感じですけど、ね、すごい、でも平子さん、そうですね、平子さんすごいですね、うん、あとは俺ね、テレ東の音楽番組でフミヤさんと歌ってきてね、おっしゃってましたね、フミヤさんにまたデモテープもらってね、こういう感じで歌うっていうやつもらってね、聞いてね、本番挑んだけどね、やっぱり自分たちが歌ってるでしょ、自分たちの方の歌い方が染み付いてんのよ、はあはあ、だからフミヤさんと直之さんの、F ブラッドの2人の節回しとかができなくて、うん、はい、自分のもう画を通したのよ。ああ、でもまあまあ。したら一回リハーしたら、フミヤさんが、うん、え、有吉ってさ、うんふんふんふんてるしにょうにって歌ってるって言って、うん、あ、すいません。歌ってます。ああ、そうなんだ。ちょっと待ってね。つって、ちょっと休憩中に、フミヤさん、俺らの曲聴いてくれたみたいな。
有吉の方に合わせる。俺がそっちのフミヤさんに合わせる方が時間かかると思ったんだけどね。いい、俺が合わせるか。で、あとさ、はい、ハモってないって言われて。ハモってます。うんうんうん、ハモってんだ。そうかそうか。直行もハモってるからな。俺、もうハモる方が染みついてるから。当時がそうでしたもんね。そうだから。全部だからフミヤさんに。こっち寄せにしてもらった。まあ、俺らの方がカバーだからね。いやっておっしゃってた。緊張しました。すごい話ですよ、これ。緊張しましたよ。まあ、そんな感じですかね。あとはどうですか。メールテーマを花の話でいただいておりますけれども。はい、花、でもこれ花をさ、例えば副鼻腔炎みたいな感じかなと思ってるんだけど。はい、これを手術してね、鼻の通りが良くなった時ね、はい、ちょっと声が変わりすぎたらどうしようかなって。あ、どうなんだろう。なんかでも言いますよね、変わるかもしれないとは。でも西織を聞いてる限りはそんなに変わったって感じはないよね。はいはい。でもどうなんだろう、山本なんかも結構、はい、今のこもった感じが、うん、いいのかもしれないしな。でもどうしたら。いやでも僕塩ってもう決めてます。ちょっと浜崎あゆみの曲歌ってみてくれる、はい。マリア、愛すべき人がいて、マリア、マリア、愛すべき人がいて、マキロ、いや、どうも。マリア、あ、ダメだ、やっぱ、あんま鼻かかってないもん。俺らの方が鼻にかかってるだろ。そうですね。もう一回、他のダール？この星に生まれついたの、きっとなんだか切なくて、きっとなんだか切なくて、僕らもできたんだ。おいえ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 、僕らもなんとか、僕らもなんとか、自分でなんだ。ご本人登場の間ですけども。これがでもなくなると思うと、あ、やラジオ聞いてる人とかですね。いらないでしょ、この前のものまで。メール来ております。ラジオネームノルウェーバック FM 福井。僕はトム・ブラウンがやってるポッドキャストを聞いてるんですが、うん、聞いてんじゃねえよ。M1 の準々決勝の前日に、はい、道夫さんが、うん、山本さんと飲みに行ったら敗退してしまったことから大事な賞レースの前に運気を吸い取るような人と飲みに行くなと布川さんに説教されてました。言われてたな。未来ある芸人の夢を潰すようなことするのはやめてあげてください。実力だろう。厳しい、手厳しい、はい、いやそれ俺ぐらいで飲み行ったって落ちるぐらいだったら実力ですよ。そうだそうだな、はい。ラジオネームマイルズギャレット。山本さんは金曜日に中川家さんのラジオに出演して、ま、いましたが、はい、中川家さんからなんか腹立つ顔と言われました。はい、剛さんから言われました。まあそりゃそうだろうね、はい、剛さん絶対そう思うと思う。そうなんすね。おまあまあそうですね。有吉さんが皮切りにこういう方々がたくさん出てきましたね。いや俺のせいじゃないんだ。いや皮切りのそれを言って、あ、言っていいんだっていう空気が。いやそんなことはないよ。本当ですか。そんなことはない。本当ですか。変な烙印押さないでくれ。いや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 。すいません。本当に迷惑だ。はい、しかしまだラジオのツイッターとかでラジオの書き起こししてるバカいるからさ、 あいついくらぐらいもらってんだろうってことかな。そうかね。炎上させようと思って必死にやってるバカいるけど、あいつ毎回これもそうですもんね。どれぐらい金もらってんだろうな。惨めな仕事だよ。急に思っちゃったんですね。何年やってんだよと思った。もうだから正業なんだろうなあれかな。そうなんですね。まあしょうがないな。今この感聞いてますよ。きつわやろ。はい、聞かないでほしいです。本当ですよね。本当ですよね。本当ですよ。本当ですよ。はい。本当。はい。そうだな。はい。ねえ、ウォッチングマッチング。現在出会いの場となっております。マッチングアプリ。リアルな体験談、トレンド活用法。マッチングアプリに関すること報告してもらってます。やわさしてないですか。そうしてないんですよ。そうなの。した方がいいんじゃない。なんかのい、それこそみんなに言われそうで、リスナーとかにな、こいつやってるよみたいな。いいじゃん。
大丈夫ですかね、うん、この、自分の芸名も出して、うん、年収も出してってことですよね、うん、きっとね、うん、はあ、そこの頭はなかったです。そう、はい、なんか恥ずかしいみたいな、なんか、いや、それが古いのよ、あ、そう、普通だから、はい、44歳でいや、だってタイマシンさんこと名前出してモテない、まあ、そう、確かに、はい、しょうがないじゃない、どういう方がいいでしょう、あのパートナー、パートナー、パートナーですよね、はい、朗らかで、はい、一緒に働いて、まあ、料理なんか一緒に作れたら嬉しいですよね。うーん、はい、料理が得意な感じ、料理得意な感じも、はい、でもまあみんな結構ちゃんことか作ってるから、はいはい、道場でちゃんことか作ってるから別にみんな料理するんじゃない、それぐらいは。あ、料理しますかね、うん、まあでもそうですね、まあ、身長は、身長はまあ僕より今低く、まあでもあんま気にしてないです。何センチだっけ。僕175です。はい、そう、185とかあった方がいいんじゃない、でもやっぱり、はい、あ、夫婦で、え、パートナーは、パートナータッグパートナー、プロレスやらないですよ僕プロレスやらないんですよ有吉さん、なんで僕今更女性とタッグ組んでプロレス出ようとしてるんですか、七十七にもらって。年齢関係ない、そう、すいません、そうでしたね、年齢も顔も関係ないよはい、顔はそんな気にしてないです、自分で顔ダメだからと思ってないです僕、はい、やっぱ、あ、そっちのパートナーね、はい、結婚とかそういう恋人の方ね、王道がそっちでしょ、会話だったらどういう感じがいいの。そうですね、ズバリその外見で言うと、外見、ああ、あんま気にしてないんだね。そうですそこまで、はい、あ、運動できる人がいるといいですよね。あ、僕割と運動好きなんで一緒に、はい、身長、いや、身長僕175です。うん。はい。大きい方がいい？小さい。あんま気にしてないですけど。大きい方がいいんじゃない？大きい方がいいかもしれないですね。はい。体重は？体重、まあ、そうですね。僕は70キロなんで。何パウンドぐらい？はい。あんま、奥さんパウンドで僕はあんま測ったことないんですけど。タッグパートナー。まあ、そうです。タッグパートナー。ロールじゃないか、また。全部ロールじゃないか。ラジオネクストドア FM へ。近所のイオンで七夕の短冊を見つけた俺、ただの迷信だと思いつつも断蜜とマッチングできますようにと笹にくくりつける。すると数日後、アプリから3年間一度もならなかったメール受信のお知らせが。え、まさか本当に断蜜と期待に胸を躍らせ、恐る恐る確認すると、なんだか無性にあなたとうどんが食べたくなりましたと金目順からメッセージ。わけがわからないまま、金目おすすめのさぬきうどんの店へ連れて行かれ、美味しいね。と笑い合いながら一緒にうどんを食い、一人帰り道を歩いてる途中、そうか、短冊の字が下手すぎて、断蜜が金目順に見えたと思い当たった俺は、意外と、金目順も可愛かったかなという浮気心を封印し、飛び込んだ習字道場でひたすら断蜜という文字を練習するのであったなんか山川がなんか餃子店の T シャツずっと着てんだよな、あいつ。お前餃子店してんの女性店主ラジオネームカンパチ太郎FM 岡山。トム・クルーズと一緒にミッションをインポッシブルできるマッチングアプリを発見した俺、登録するとすぐさま待ち合わせ場所のメールが来た。早速待ち合わせ場所である美術館へ行くと、トムが壁にへばりついていた。トム、君がマッチング相手かい、ファッキンボーイ俺ヘイトム、ミッションは何だい今日はミケランジェロのペニスを盗んでほしいヘイトム、なんでミケランジェロのペニスが欲しいんだい。うるせえ、喋らずミッションに集中しろ。口の中に手榴弾ぶち込むぞ。口に手榴弾は勘弁だぜ。トムのペニスなら大歓迎だけどな。そうと決まればミケのペニ奪いに行きますか。ミケランジェロとペニスに向かって走り出す俺、すると防犯センサーが発動しブザーが鳴り響く。トム、今回のミッションは失敗だ、仕方ない、君のペニスをいただくよそう言うと俺のペニスを引きちぎり、トムは壁をよじ登り、どこかへ消えていった。ペニスを失い現場に取り残された俺は、ミケのペニを下から眺めながら、
俺の単焦方形ペニスも使い道があったんだなとつぶやき天を仰ぐのであったあったじゃないラジオネームエスロー FM 長野。役者志望の俺は濡れ場の練習がしたいといえば役者の卵とつながりたい女とセックスができると思いいかにもイケてそうな役者っぽい名前を精一杯考え鎌倉彗星を名乗りマッチングアプリを登録するといかにもミーハっぽい読者モデル志望の女からえ俳優さん横浜流星君みたいでかっこいいねとメッセージが届いて意気投合役者と読者モデルを志して日夜アルバイトに励むうさんくさいカップル爆誕させたい鎌倉彗星こういう名前だったらいいな横浜流星ってかっこよすぎてでも横浜流星以外は無理だよな無理ですねあれな無理だって空手もすごくいい空手も極真空手やってるなボクシングもプロのねすごいかすごいですそういう意味ではマキロ市川担当っていうかいい矢後もらってんじゃんそうですねなあ、はい、山本はだから新潟だもんね、はい、新潟のどこだあれは新潟市ですね新潟市はい新潟五郎新潟五郎いややだな、はあ、なんか特徴がないですね僕にかっこよくないかっこよくないですねああじゃあ土地の名前はじゃあつけてやんないといけないだからな どこの土地が好きなのいつか住んでみたい町ないのあ湘南湘南かっこいいですね湘南太郎役所じゃないですかそれ役所の書いてある例でしょそれ役所じゃないですかっていうツッコミは何番目だろうな上から数えてやべえなるほど湘南太郎で、はいはい、役所じゃないですかっていうのって、はいはい、8番ぐらいじゃないかなもうちょっと手前のやつそうか分かる、うん、じゃない、ね、そうでしたねすいません日々反省ですじゃあ何の湘南の後は、はい、湘南の後湘南湘南クリニックは嫌い方形じゃないですから方形、はい、3番ぐらい1番3番出ない3番全然1番出ないむずいっすねなるほどダメだ出ない星じゃないだから流星とか彗星だからあ湘南銀河湘南銀河めっちゃかっこいい商店街じゃねえか日記皆さんの日記盗み読みしておりますラジオネームボルハルトショア掃除をしたら去年潰れたラーメン屋のトッピング無料券が出てきたので系列店に行って使えるか試してみたら普通に断られたあのチャーシューじゃなくて青ネギもダメですかと聞いたら奥から店長がいいよもう使えるよ青ネギもらえたラーメンはまずかったこの前ロケ行ってタクシーで家まで帰ろうと思ったら羽田から、はい、あれ最近さ結構タクシー定額制みたいな羽田からのね道なんかあったりする個人タクシーでさそういうのないのかどっか分かんないんだけどさ、うん、1万2000円ぐらいかかったのに行きますねうんであのタクシーチケットテレビ局からもらってたんだけどそれ1万円までだったのよそうか2000円自腹ね、あそうなんですかあんなことあるんだね俺初めてだったよ、ね、はあ大体8000円とかで定額じゃなかったあるよね8000円とか高値だからって、ねはい、ありますはあないそんな経験で個人タクシーの運転手さんが「有吉さんエンジョイ!」って最後に言われたんだよ何だそれ何かがっかりしてたから俺自腹で2000円切ってる顔がなんかしょぼくれてたんだろうな有吉さんエンジョイ最後に言われたんだけど俺めっちゃ腹立ったんだよラジオネーム空飛ぶ地獄の水洗便器金がないから2時間歩いて実家に帰り親に金の無心をした親も金がなかった金が憎いよくあるラジオルそば山パスタ F の栃木近所にできたボードゲームカフェに行った初めてですと言ったらボードゲーム初心者と勘違いされジェンガやオセロを勧めるまあいいんじゃないラジオル犬まんじゅう FM 長野久しぶり実家に帰ったら
両親が2人で暮らしているはずなのに洗面所に歯ブラシが7本あった。怖くて理由は聞けなかったラジオの三平。アパートの隣の部屋から近未来 SF 映画でしか聞いたことがないボーンボーンというやばい警告音が聞こえてきてめっちゃ怖い。どうかなるバイブだと以上です。Stay Night Dreamer Live on air。さあ東京半蔵門 JFN スタジオから生放送有吉弘行サンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは花の話でございます。ラジオのジョーカーマーチ FM 福井。耳鼻科に通っていた時診察後鼻うがいに誘導されるんですが、これ憂鬱でした。鼻にチューブを刺すと看護師さんがスイッチを入れて食塩水がダクダク鼻の中に注ぎ込まれますが、どうやっても痛いんです。そのこともあって違う耳鼻科に変えました。痛いの？痛くなさそうだけどな、うん、なんか鼻の輪みたいなやつ、鼻の、はい、鼻うがいのやつな。別に痛くないけどな、はい、痛くないですねあれは、うん、はい。マキノは強いんだろうな。でもな、粘膜とか。そうですね、あの強いというか、ストレートなんですね、穴が、鼻の穴が。ああ、そうなんだ。他の人よりも、他の人、まあ大体の人曲がってるんですよね、鼻の穴って。ああ、ああ、ぐじゃぐじゃ。そ、僕がストレートなんで、まあ物が通りやすいっていう。そう。だからシャーペンいけるじゃん。シャーペンはちょっと。ストレートだといけるじゃん。切り返しだけだなと。今までかどうか。な、変なのあるじゃないですか、あの、服に刺す用の横っちょにこう、シャーペンに、こう。ああ、あるね。はい。あれとかが引っかかっちゃいそうで怖いんですよ。で、単純に鉛筆はどう？鉛筆。角ないやつ、丸いやつ、うん、色鉛筆みたいな。水色。色はいいんですよ、関係ない。鼻水っぽいけど。すぐいただき。入らないことないんだ。だって鼻の穴から脳天までの距離測って。いやいや、脳天までこの穴がついてるか分かんないですけど。ないんですよ、まずこの穴真ん中。そうなの？真ん中にストレートの穴。斜めに入ってるのかあれ。そうですね、斜めになってて頭まで行かずに多分こう下に降りてると思いますね、穴が口と繋がってる。じゃあハンガーは入る？あ、ハンガーハンガーのあの金具の部分引っ掛けて、リコイッてスルリッて、ああちょうど鼻の形なんだ。いやいや、そう入れるまでが大変じゃないですか、それを使ってって魚の針みたいなものをこうクーッと、はい、U 字で。いや形は合ってますけど、うん、でも入んないですもん、あれがグーって。なんで？わかんない。なんでよ。なんで一緒なんだろう。それパズルみたいなもんだろ。はい、パズルみたいなもんだろ。だってパズルと一緒。入るまでが大変なんですね。グーって入るまでが。がっかりしないでください。本当にそんなそうなのって。大丈夫。論より証拠の大ライス。知人の女の子が鼻を高くするために耳の軟骨を鼻に植。プロテーゼだと不自然で。ダウンタイムがあるんですが、軟骨移植はダウンタイムがなかったと聞いてるだけで言ってる。軟骨じゃいいんじゃない？軟骨。あ、でも軟骨は大丈夫。同化しちゃうかもな、でも。いや、そう。じっくり同化しないと思いますけど、軟骨の大きさによりますけどね、まあそんなに大きくなければ多分入るんじゃないですかね、多分。はい。ああ、ちょっとやってみるか、じゃあ。ちょっと誰の軟骨使うそれだって。いや、豚の。まあまあまあ、豚だろそれ。まあまあそうですね。人骨なんて人の軟骨なんて無理だろう。すいません。そうですね。ラジオネームちびひげドーナツ。ひどい名前だな。バスケットボールを見るとミニバス時代にボールキャッチでミスして何度も鼻にぶつかった記憶が蘇り鼻がツーンとする感覚に襲われます。そうなんだ。下手なんだな。一刀両断。送ってこなくなりますって。八村塁こんな思い出ないだろう。いや、ないですよ、それメジャーで。確かに。NBA なんですから、もう。曲。はい、浜崎あゆみで、エボリューション。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.
スター東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行と、はい、タイムマシンさんは山本浩二と、グリーンピース牧野がお送りしております。はい、メールラジオネーム一匹あり M サイン、僕は鼻毛がムズムズしていて全部抜きたいんですが、鼻毛カッターを入れる勇気がありません。なので指でブチブチ抜いて、ああ、鼻毛カッターなんて入れりゃいいじゃんな。そうですね、全余裕だろ負けるなんて。そうっす、余裕です。どこまで毛を剃ってんの、鼻のどこの、いやいや、どこの毛まで剃ってんの。いやいや、皆さんと一緒だと思いますよ。鼻のなんか、まあ、こう手前ですね、手前ぐらいまでは。もうちょっともうちょっとでならない。ならないです、まあ、もうちょっともうちょっとまで多分生えてないと思うんですけどね、多分ずっと毛がついてるわけじゃないと思うんです。そうだな、はい、ラジオネーム全王者アップトゥデイト、FM 山形。自分はずっと鼻炎気味で、とはいえ誰からも指摘されなかったのでそのままにしてたんですが、コロナ禍に入った途端周囲が敏感になったので、鼻がうるさい、鼻炎なんですかと注意されるようになりました。仕方がないとはいえ不快だと思っていたのならコロナ禍前から注意してくれと思いました。くらくらい、すげえ感想。そんなのもっと暗いラジオに送った。暗いよ。どんどんメール送ってくる人なくなっちゃう。そうするとしょうがないもんね、だって。暗いラジオするよりはマシだわ。そうですよ。明日から月曜日なんですから。バカな話してないんだから。はい、暗いこと言うな。そんなつもりじゃなかったと思うんだけど。ラジオね、パンケーキ、イナ、ホットケーキ。FM 栃木。調べたら、市川駅から半蔵門まで道のりは約18キロで、徒歩で約4時間、自転車なら1時間半ぐらい。あれ？常に時速20キロ、信号無視なら1時間で行ける。頑張ってください。ありがとうございます。行けるって。いや、行けるんですよ。多分そんなに遠くない。そうなの？市川って本当にもう、言ったら、小岩ぐらいと思っていただければ。わかんない。もう小岩さえ遠く感じてる。小岩ぐらいって感覚がわからない。わかんないですね。俺ら。どことどこなのか言われてるか分かんない。本当ですか？新宿ぐらいならわかる、うんうんうん。池袋ぐらいまではわかる、うん。小岩ぐらいだ。小岩ぐらい。あまり小岩の地図わかんない。小岩がもう、超絶遠いイメージ。うんうん、いやいや、そんなことないです。本当に。場所によっては。明日小岩集合ですって言われたら、うん、俺ちょっともう頭抱えちゃう。いやいや、そんなとこどう行けばいいんだ。いや、そんなに遠くないです。本当に。もう一回原付で、あの前乗りで道調べて、いやいや、次の日車で行くぐらい慎重になる。都内ですから全然です、本当に。そうなの？特にこの半蔵門とかは小岩近いところにあるんで、まあ、からすると半蔵門って小岩に近い。近い。新情報。比較的です。はい、近いです。はい、東京とかの方ってことでしょ？千葉。東と。千葉と、あの東京の境目ですね、小岩っていうのは。亀戸とか。ああ、亀戸ね。あの辺です。もうちょい向こう行った。亀戸なんてお前、一苦労だよ。いや、そんなことないですよ。ほんと。亀戸都会ですよ。いや、都会、行けば都会だけど、はいはい、行くって言われたらもうちょっともう、戸惑っちゃう。まずは原付で。そんな、毎回調べて。原付で前日に。偉いですね。調べて行って、地図書いて。何の職業ですか、それ。だって。辛抱論。世の中で起きていることほぼ誰かの陰謀です。その中でも特に珍しい、いわゆる陳謀論を送ってもらってます。スルーンスルーンネーム三平人を刺すそして血を抜く、針でぶっ刺して血ぶち抜く、何の痛みもなく針ぶっ刺し一滴の 血を流さず、綺麗な血液吸い取る、ぶち抜いて血液吸い取って、それが蚊のやばさだ。あの技術相当やばいぞ。あれ研究して刺しても痛くない注射器作れば億万長者だ。ということで、蚊の技術研究すべく全裸で竹やぶに来ていますすぐ刺してきましたよ。腕に4匹、腹に6匹、太ももに8匹、見事ですね。はい、全く痛くありません。おここで金玉狙いのドスケベモスキートが現れました。1匹、5匹、10匹、15匹、30匹大人気です。私の金玉大人気、チンボーに松尾できました。チンボーご覧ください。
霊長類のメスには見向きされない私のチンボを500匹のモスキートが奪い合ってます。チューチューと吸い上げてほぼフェラチョース。あ、かゆい、熱い、かゆくて熱い、かゆくて熱いけど嬉しい。私は大マス。外国の商品で蚊に刺されたところにそれを当てて51度ぐらいまでの温度になる、なんかハンコみたいなのが、それやると痒みがなく、そうなんすか、ちょうどその温度なんですね、言ってました。偽物の商品なんでしょうか。あ、そうなんでしょう、わかりません、ね、ドイツかどっかの商品でしたね。医学はあったっすよ。からあと黒い T シャツとか黒いズボンすぐ色落ちして白くなるじゃない、はい、あれにドイツのやつ黒いなんか布みたいなやつ入れて洗濯したら黒が復活する。あ、そうなんですか。それドイツ、いやいやそのトーン何なんですか。なんか含んでる。ラジオネーム高速進化 FM 栃木、おろしハンバーグ考えやつ出てこんかい。そんな、なんでだよ、酸っぱいもんね、飯進む、おでるわ。酢なんだから。飯進めるのは塩分、たくさん食べたいなら塩分効かせろ。ハンバーグには塩。聞いたことね。下味に塩たっぷり入れて焼けた後は岩塩散らせ。塩は素材の味生かす、うん、違う違う、素材の味消えるまで塩効かせろ。それやハンバーグ1個でご飯5杯食べるコツや。そうっすよね。塩、そうっすね、塩、塩ってさっぱりソース食べたいですから。ラジオネーム赤い月ふとじ、歯医者で痛かったら手挙げてくださいって言われるな、あのシステムおかしいだろ、なんで痛かったら手挙げなきゃいけねえんだよ。伝えたか、伝え方人それぞれだろう。オナホールの注意書きに締め付けが強すぎて痛み感じたら手を挙げてくださいって書いてあるか。陰毛が包皮に挟まって痛かったら手を挙げてくださいってポコチンに書いてあるかね。書いてないだろう。いや、なぜあいつらは痛かったら手を挙げてくださいって言うのか。それは俺たち患者を無意味に何度も何度も挙手させることによって俺たちの肩を壊そうとしている。歯医者、肩壊れたら痛い、やめろ。なんすかそれ。ラジオネーム北さん、栃木、チャーハンを表すオノマトペはパラパラ、エビはプリプリ。はい、じゃあ俺のチンコのオノマトペ知ってるか。俺のチンコのオノマトペはジメジメ、メリメリ、イボイボ、イテテテだ。まずジメジメはそのまま湿気が多いことを表している。そしてメリメリは勃起しても皮がむけない包皮を無理やりめくる音。次にイボイボ、これはセックスしたこともないのになぜかチンコにイボが発生するという恐怖の音だ。で最後にイテテテテ、これは包皮に手入れしてない陰毛が入り込み激痛が走る時の音だ。いいか、チンコはただ臭い匂いを放つおむつではない、さまざまな音色を奏でる楽器だ。音色を怠るな。で2枚連続さ、陰毛包皮絡むっていうメール読まなきゃいけない。陰謀なのかな、包皮。バイデン大統領81歳でさ、はい、あれと思ってさ調べたらさ、はい、昭和17年生まれやつ、すげえ、好き大統領やってんすもんね、馬年。バイデンは昭和17年生まれ、馬年。ぜひ覚えてください。何で気になったんですかそこが。バイデン昭和だと何かって以上チンボールでした。Using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer.
さあ、続いて短歌のコーナーでございます。五七五七七ではですね、やってないですか、そういうのたしなみはないですか、俳句とか戦術とか。そうですね、なかなか来て触れてこなかったですね、はい、生きてて。新潟の川柳とかないんですか。新潟の川柳。新潟のいいところ、新潟、俺たまに新潟行くけど、うん、毎回曇ってんの。本当にでも曇り率が高いんだってね。めちゃくちゃ高いんですよ、日照時間が短い。ね、群を抜いて。日本海側、山形、新潟ってちょっと短いですね。で、あれだからやっぱり日照時間が短くて、やっぱり肌がみんな綺麗だから美人が多いとかいう説があるんだろうね、あれね。そうですね。そういうことなんですね。います、います。はい。ああ、そうなんですか。いつか晴れるときはもうみんなで祭りすんの。本当にそれぐらいで行くでしょ。もう雨降ってなきゃ晴れっていう認識です。でも干せるやったーっていう、雨じゃなきゃ。ちょっと曇ってても、はい、イギリスみたいな。ああ、そうかもしれないですね。イギリスもそうだね。なんか全然問題ないですね。市川もそう。いや、市川は全然全然、はい、あの東京と全く同じ天気東京と全く同じ天気だけどさ、はい、天気予報の時はどっち見んの。千葉の天気予報見んの、東京の天気予報見んの、どっち見てんの。東京ですね。東京見るな、千葉見るよ。いや、本当 近いんですよ、本当に近いんで。それでは千葉のお天気ですって言ったら、じゃあ聞いてない。聞いてないですね。じゃあ明日の東京は32度。暑いなぁ。関係ねえだろ。関係ないだろ。関係ありません。千葉なんだから。いや、ほぼ東京ですもん、だって、本当に。ほぼ東京って言ったって、千葉だから。東京の天気予報で反応するなよ。いや、でも、本当にもう、すぐ東京なんで。すぐ東京、でも千葉だろ。千葉市の方が遠いんですよ、多分。千葉、役所は千葉の市役所に行くだろう。そうですね。市川市の市役所に行くだろう。なんでも、はい。じゃあ千葉の天気予報見ろよ。いや、でも距離を考えたらやっぱ東京の千葉の方がでも細々してくれたやつやるだろう。じゃあそれでは千葉県の、次は市川市のお天気です、はい、それは見るだろ。それはさすがに市川。じゃあ千葉じゃん。いや、そうですけど、それはそうだろう。千葉市と東京だとやっぱ東京の方が近いんで。東京じゃあ東京はどこに近いんだっけ。小岩です。小岩。いや、東京で、それでは、小岩のお天気です。って言ったら、小岩のお天気。ああ、俺の番だと思います。小岩のお天気やらねえよ。わざわざ。いや、そう。区でやるだろ、せめて。そうですね。天気予報ちゃんと見ろよ。いや、見てるつもりなんですよ。千葉の天気見ろ、お前。千葉はちょっと違うんですよね、なんか。なんでだよ。肌感覚としてなんかちょっと違うなって。なんで肌感覚千葉危険じゃん、だって。いや、そうなんですよ。もともとどこだっけ。もともと茨城。あ、茨城。じゃあ、いやいや、そうですけど、千葉を見ればいいんですけど、なんかちょっと南、千葉は南だなっていう僕印象で、千葉市はの方はちょっと南だなっていう。じゃあ東京の北のお天気がお前のお天気か。そうですね、赤羽とか、まあ、あとはまあそうですね、こう東側の方。それでは赤羽のお天気です。やらねえんだよ。そうだ、こまこま。そういうとこあるのかもしれないですね。その軽自動車だけど白いナンバーを貼りたいみたいなもんで。あ、そうだな、お前そうだったな。それのちょっと千葉だけど東京の風でいたい。そうか、はい、メガネだけど、うん、コンタクトに見せたい。小さいメガネをなるべく小さいメガネにしてコンタクトに見せたい。それ別にかっこよくないじゃないですか。いる小さいメガネにして。それだって千葉をな、別に千葉でいいのにさ、東京って言いたいとか、はいはい、そういうことですよ、はい、あれだもん、変だもん。そうですね。なんか気になっちゃうんですよ、東京が毎回。白い T シャツだけどポケットつけたい。いや、別にそれでつけてるわけじゃないですよ、これ。このポケット。すいません。すいません。千葉の天気見ろ、明日から。何で怒られてるから、ちゃんと千葉の天気見ろ。奥さんに、はい、明日どう、天気どうだっけなったら、ちゃんと千葉のやつ見て、あ、明日は雨だって、千葉は。って言えよ。わかりました。東京は明日曇りだってって言うな、お前。奥さん、千葉は明日雨だってって奥さんに言え、ちゃんと、お前。32度だって東京は28度だけどねとかいらないと思う。わかりました。東京の情報いらないから、奥さん千葉なんだから。千葉だけの情報を、じゃあ、すいません。はい。変わったやつ。ラジオネーム、チーズ撲滅派。昨日のご飯、何を食べたか忘れるも、ゲップで味知る。味噌煮込みうどん。ラジオネームミスターキーン。噴水の近くでじっと立っている。水が出る規則性。完全に見切ったぞ。
これいいね、あげよう。パン。ラジオネーム気持ち。チンカスをどうにか取ろうと試みる。そっと優しくマイナスのドライバー。はい、怖い。ラジオネーム三平。芦田愛菜の才能を100とすればわしなんて2か3でしょうな。そんなもんで短歌じゃねえんだよ。ってくなもうふざけんなよ。短歌書いてこいよ。ラジオネーム黒豆、なんか適当に文章書いてさ俺に区切らせるなよ。確かに。あとはそちらで。ラジオネーム黒豆みっちゃん FM 三重。町中華前田明に似た店主、頼んでいない餃子返せず。食え。ラジオネーム野生の豚骨ラーメン。風邪をひきうつ伏せで寝て咳をする。股間に響く確かな快感。全然良くない。ラジオネームミスターキン。近所にあるボクシング教室覗いてみる。目に広がる光景は昭和の指導。厳しいもんだろ。ボクサーサイズじゃないんだからね。ラジオネームレタスサンド FM 栃木。ゲーセンで子供を押しのけプレイする、そんな大人になってしまいました。やだね。いるよね。でもね、大事なメッシュ心にまみず FM 長野。針金で棒人間を作ったが俺なんかより立派に立つな。楽しい。あげよう。パン。ラジオネーム北さん FM 栃木。水虫になってる範囲が広いから薬を1週間で使い切った。知らないよ。以上。Stay Night Dreamer Live on air。 さあ、リオシュークサンデーナイトドリーム、お別れの時間近づいてまいりましたけども、メールいっぱい来てます。ラジオネームミスターキン。小岩から半蔵門まで電車で約40分かかるみたいです。はい、電車で40分をまあまあ近いって千葉は規格外ですね。ちょっと待ってください。え、近くないですか。あ、40分ちょっと。本当ですか。ああ、じゃあちょっと麻痺してるんだ。ラジオネーム小島瑠璃央。牧野さん、はい、亀戸から半蔵門に行く場合は隅田川を越える必要があります。はい、小岩から行く場合さらに荒川を越える必要があります。はい、はい、市川から行く場合さらに江戸川を越える必要があります。いやいや、さすがにこの3つは同列に語るのは無理があるかと思います。いや遠いわ。そう、遠いな。地図で見るとそうなんですけど、電車的にとか車的に考えるとさほど。江戸時代だったら死ぬかも。いやいや、そうですね。川を見つつって思う。そうですね。川は確かにすごく越えてきます。はい、東京に来るのに。特にこの時期危ないよね。そう、流されちゃう。いや大丈夫です。電車ですから僕は。なんでそのなんか直に自分の力でみたいな。ラジオネームちゃんこって FM 栃木。あまり東京の地理がよく分かってないんですけど。はい。牧野さんが やっている言っているのは山口県に住んでいるのに福岡県の天気を調べているようなものですから。それは違います。いや、そうじゃない。でも踏み隣だから。あれ海じゃないですか、あの2つを妨げる。関門海峡を越えなきゃいけない。関門海峡とは全然違いますよ。いやでもお前江戸川の越えてお前、うんうんうん、荒川越えて隅田川越えてって、うん、お前大変じゃない。そんなの3つ越えてますからね。まあそんなもん関門海峡。肌感覚としてはなんか東京の天気が
県自分にって思う。自分の県見るべきですよね。そう、はい、新潟はだって絶対新潟見ますよ。新潟はそうです、はい、絶対、うん、新潟の人がちょっと山梨の天気見てないと思うんだ。絶対見ない。それは違いますよ。そお前は違うんだ。市川の人が東京の天気見てるの。多分大体の市川の人は東京見てると思いますけどね。雰囲気東京でもだから足立区かあれ葛飾区か、墨田区とか江戸川区とか、うん、世田谷区の天気は見るなよ。じゃあ絶対千代田区の天気見るな。港区もそうです、ね、せめてじゃあ墨田区の天気だぞ、はい、せめて墨田区の天気だ。じゃあ僕はダメじゃないですかそれ。ありがとうございます。千葉の天気見ないとお前。千葉の天気でもそうだろ、見ろよ。千葉ちょっと南なんで。立川東京、立川東京です。はい、逆です。じゃあどこだ、うん、千葉はどこ。千葉だと、まあ、千葉市とか、うん、あと市原市とか。市原市の天気見る。いや全然違います。市原と市川全然違いますから。何の子だよ。気温違いますから全然。お前とやるよ。白木と、はい、タイマジさんも山本と、グリーンピース牧野でした。また来週お会いしましょう。さよなら。